罰ゲームが待っております。ぜひ振るって頑張っていただきたいと思います。真剣にお願いいたします。さあ、それでは早速ですけれども、エクソのメンバーの皆さん、ホワイトチームとブラックチームに分けさせていただきます。今、中世ホークスが決まりました。具体にですね、色が変えております。はい、皆さんはブラックです。はい、ジャニオルさん引いてください。ホワイトボール、ブレー。さあ、こうやって色が分かれます。中世アタック、エさんは白、白と続きました。さん、そしてバットと、なるほど、メグさん見せてくださいね。はい、白でございます。さあ、こうやって、はい、色が分かれました。じゃあチームに分かれてください。ホワイトチームはどうぞ。ボード、色をこちらに向けてください。お願いします。白、白、白、黒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 、白3枚、黒7枚、ブラックチーム勝利。イエイイエイ、おめでとう。はい、1回目70。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしました？レイさん、どうしました？そのゴールはですね、このメインステージとちょうど反対側にサブステージがございます。ぐるりと回って向こう側にたどり着いていただくというふうにございます。皆さんの前をメンバーの方から歩いていただきますよ。近いところに通します。ので、引き続き皆さんお座りになってお楽しみいただければと思います。ご協力よろしくお願いいたします。ちなみにですね、ただ進むだけではちょっと物足りない、進んだそのマス目が足りませんので、はい、お二人のうちのどちらからかかってですね、よし、はい、甘やね、甘やねさんに、ね、どうぞ連敗になっていただきたいと思います。甘やねさんは、すいません、マス目役になっていただきたいと思います。よろしいでしょうか。もう入るや、今が詰めていただきました。もういいです、僕は行っちゃいますから。はい、その指示がですね、たくさんあって、バルーンブレイク、愛嬌ショー、フラフープ、マシュマロキャッチ、仮装してチェック、腕立て伏せ20回、変顔、体の自信を変えちゃって、セクシーアピール、メンバーの秘密策を、エクソエルジャパンリクエスト、ストップウォッチ止め、エクソエルジャパンウェーブ、大声絡めたなどなど、はい、はい、ありました。指示はこれをしていただくという、はい、頑張っていただきたいと思います。サイコロが1回転するように、それはちょい回りですね。それは私のやりたいようにやりますけど、どう思いますか。ダメですよ。やはりですね、サイコロの特性上ですね、ポトッとそのまま落ちてしまう可能性もあるというのがありまして、はい、ここはくるくるっとこうね、うまい具合に回るように、はい、投げていただければと思います。2回の白は回るように、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは先行方向決めていただきたいと思います。じゃあ、OK、じゃあ、100デシベル以上を目指しましょう。なるほど、お客さんも協力していただいて、2人とも失敗した場合は脱落、1本失敗されています。
ケー、じゃあ審査のレッツチャレンジです。ぴったり10秒で止めればスタートしていきますからね。それではスタート。それでは見せてください。
作法を何かこう取り入れてみたい。こっちも覚えておいて、ミドル体にいいですか。健康になっていただければ嬉しいです。さあ続いてお願いします。これはなかなかね、ステージでも見せない表情でございます。おっと、レイさん、お願いします。おいしかった。おっと、嬉しい。OK、 行きました。